皆さんこんばんは、工藤です。4月の3日ですね。日曜日ですね。はい、夜の8時34分でございます。今日もちょっとね、はい、リラックスした体勢でお送りしていきます。はい、今日はですね、ちょっといろいろやることというかがありまして、なかなか、自分がねやりたいこと、アニメ見たりとか、あと、ゲーム配信とかもね、ちょっと今日はお休みさせてもらいました。はい、それが、なんでなのかっていうのをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、今日何があったかっていうことですね。はい、で、主にね2つ、今日ちょっと出来事がありまして、まず一つ目が、午前中だったんですけど、前言ったんだけど、母親のスマホの契約を、au から、ポボに乗り換えるっていうね手続きを数日前に配信したんだったっけな、確かね。はい、で、その時は、本人確認、MNP の予約番号を、取得して au に連絡してね、取得して、で本人確認をやるっていうところのお話をしました。はい、であれから、なんとか本人確認1回失敗して、で2回目送ったんだけど、なぜか反応がなくて、でこれどうしたらいいかなと思ってたんだけど、ポボのポボ 2.0 っていうアプリがあるんですけど、それを使って、チャットですかね、ポボ 2.0 っていうアプリ内にそのチャットっていうボタンがあるんだけど、そのボタンを押して、ウェブ上でやるそのチャットを使ったお問い合わせっていうのをやってみたんですね。そしたら、いろいろ返事が返ってきて、サポートセンターの人かなと、チャットでやり取りをしながら、はい、サポートしてもらって、でその後なんかねメールが返ってきて、で、その後ですね、なんとか、はい、本人確認を完了させることが、はい、できました。はい、でごめんなさい。で、昨日ね、ポボの SIM カードが届いたんですけど、昨日はね、ちょっと母親の方がちょっと忙しいっていうことだったんで、ちょっと今日になって、今日の午前中にそのポボの、SIM のね、入れ替えとか、あとは、ポボ 2.0 有効化するとかね、っていうのをやりました。はい。あとはあれですね。実際に母親にこれどうやって使ったらいいのかっていうのを説明しなきゃいけないので、そういったところをやってたって感じですかね。SIM カードが届いて、で、端末によってはね、その SIM カードを入れ替えるだけで、SIM カード入れるだけで、もうすぐにね、有効化というか、電波がね通じるものもあったりするとは思うんですけど、今回私の母親のスマホの場合は、ちょっと古い機種だからっていうのもあるのかもしれないんだけど、私の母親はね、ギャラクシーのねノート8だったかな、ちょっと前のそれなりにいい端末を使ってたのですけど、今回ポボの SIM をこう入れただけではこうすぐね、でそのポボの電波を拾うっていうことはできなくて、説明書に書いてある通りね、 APN 設定を追加して、ポボのやつね、ポボのやつを追加して設定したら、問題なく接続できました。はい、全然難しくはなかったです。はい、ってな感じで、はい、なんとか無事母親の au からポボへの移行を完了しました。はい。
なんかこれで一段落かなっていう感じがしてます。はい、もうね、au で、まあ、使ってたんですけど、母親ね、契約して使ってたんですけど、まあ、1ヶ月ね、1ギガ使うか使わないかみたいなレベルで、使ってるので、正直ね、その au で1ヶ月いくらだっけな、なんかスマートパスプレミアムとかもあるんだけど、そういうのも含めると、7000円ぐらい、その、端末料金とか抜きにしてね、抜きにして7000円ぐらい払ってるんだよね、今まで。うん。だからそれを聞いてね、ちょっと驚愕したんだけど、それでだからもう思わずね、いやもうこれは絶対、ほぼとか、他の格安とかに、SIM とかに、まあ、なんか乗り換えた方が絶対いいっていう風に、私が助言して、まあ、今回ね、ポボに乗り換えることになったんですけど、うん、ポボにした理由としては、まああんまり深い理由はないんだけど、もともと au 使ってたし、そのポボはね、格安 SIM とは違って使える回線が、au 回線になるので、まあその格安 SIM になった際のその何ていうのかな、電波が遅くなるとかそういったことがまあ少ない、うん、かなっていうところで、まあ、ポボにしたっていうのもが大きいかな。うん、あとはまあ自分でそのねトッピングしてスマホ料金をいろいろ自分で調整したりできるっていうのが、まあ、メリットかなと思います。はい、私の母親ね、そもそもそんなにスマホとかもね詳しいわけじゃないし、むしろ苦手な方なので、まあ、最初ちょっとねポボはちょっと難しいかなっていうふうにも思ったんですよ。ポボってさ、これまでの、なんていうの、それこそ au とか ドコモとか、まあ、格安 SIM とかもそうですけど、毎月こうお金を払って、毎月何ギガみたいな、1ヶ月で、3ギガとかさ、で、その次も毎月1ヶ月3ギガみたいな感じで、こう1ヶ月こう毎月契約するみたいなのが当たり前だと思うんですけど、でしかもそのクレジットカードとかを登録しておけば、こう何も気にせずとにかくもうサブスクみたいに課金されていくような感じじゃないですか。でもポボって月額の基本料金っていうのはもうただじゃないですか。ただで自分が使いたい分だけそのトッピングする、例えば3ギガで990円とかだっけ、ちょっと値段はちょっと正確には覚えてないんですけど、うん、1ヶ月、30日間か、30日間で990円とかね、あとは1日データ使い放題とかさ、1週間で3、ん？いくらだっけ？ 1 週間でいくらだっけ？ 430 円とかだっけな、うん、みたいな感じで、まあ、いろいろ自分でさ、スマホの料金調整ができるし、まあ、あと一番大事な、まあ、そもそもの料金が安いっていうところもあって、で、ポボに、はい、しました。うん。まあね、au の時から、その、なんだろう、追加の、まあ、普段はね、家にいる時とかはやらないんですけど、その実家とかに、母親 その自分の実家に帰った時とか、実家はですね、おじいちゃんおばあちゃん家の家はね、その Wi-Fi とか固定回線がないので、まあスマホのね、その 4G 回線でなんとかでやるしかないんだけど、そういう時とかに、私の母親韓国ドラマとか好きなんで、よく見るんですけど、もうね、行く前にいっぱいね、その、今いるこの家でそのスマホとかに、ね、いっぱいダウンロードして貯めていくんだけど、やっぱり長期間どうしても、ね、いるともう全部見切ってしまって、もう次の他のドラマが見たいとかってなるんだけど、まあ、そもそもね毎月1ギガの分しか1ギガ分ぐらいしかね契約してないというか、うん、もともとどういうプランだっけな、確かピタッとプランだったかな、 au の、うん、なんか7ギガまでは使えるみたいなやつじゃなかったかな、確か。で、7ギガはもうすべて使い切って、
かつなんかプラスでその通信容量1ギガずつなんか買ったりとか自分でしてたみたいなんで、うん、まあ、買ってたことに対してどんどんお金がかかってるんで多いとは思ったけど、あ、でもちゃんと自分でそういう風に買ったりすることできてるんだみたいな風にも思ったんで、うん、まあポボでトッピングするくらいだったら多分できるんじゃないかなという風に判断して、あの今回母親はポボに乗り換えさせました。はい、うん、まあ、とりあえず今日からねもう始まったというか、まあ、乗り換えねしたんで、あとはもう母親本人が自分で使いたい時に使いたい分だけトッピングして、まあ、使ってもらえればいいのかなっていう気がしてます。うん、まあどちらにせよね、でもスマホの料金はだいぶ安くなるんじゃないかなとは思うけどね。うん、まだねそのスマホの、端末代金、その分割のね、分割の端末の代金はまだ支払ってる状態なんだけど、まあ、それはまだ au で支払いつつ、プラスポボで、まあ、スマホを契約して使っていくっていう感じかな。うん、はいですね。まあ、うちの母親はですね、まあ、電話も結構するので、そのあんまりその通話トッピングする人ってあんまりないと思うんだけど、うん、あの通話トッピングもしたいっていう風に言ってたんで、まあ毎月いくらだっけな、そう、あの AE の時もね、そのかけ放題だっけ、そのオプションあると思うんだけど、電話いくらしてもなんか 無料じゃない、定額みたいなやつあると思うんだけど、 AE の時もそれをやってたんで、でポボになってかけ放題いくらだっけな、ポボ1650円だったかな月額。うん、まあでもそれでも au のかけ放題のオプション料金よりは安くなってたんじゃなかったかな。うん、でそれに加えてまあ基本料金ゼロで、あとはまあ使いたい分だけ、まあ普段ね家で Wi-Fi とか使ってネットできるんで、うん、まあ、1ヶ月1ギガ未満とかなんですけど、だからその場合はね、まあ買うにしても30日間で3ギガとかだから1ヶ月990円くらい、1000円いかないぐらいでね済んじゃうんで、まあ、めちゃくちゃやっぱ安いよね値段だけで言うと。うん、あとは実際に外で使ってみてどうかっていうところかな。まあ、au 回線なので、まあ、そんな繋がらないとかっていうことはないとは思うんだけどね。うん、はい、まあ、そんな感じで今日の午前中は、まあ、母親の、スマホ その au からポボへの移行手続きっていうか、まあ、SIM を差し込んで、まあ、使えるようにするところまで、あとそのどうやって使うのかっていう説明をちょっとやってて、あんまりね午前中時間が取れなかったんで、うん、はい、まあ、そんな感じでした。はい、で2つ目、今日はですね、午後もちょっとまた、またね、皆さんとは全然関係ないんだけど、完全にもうプライベートというか、まあ、私のこの住んでるエリア内での話なんだけど、回覧板の話だね。回覧板。うん。なんか前にもね、去年だったかな？去年だったかにも、このクドラジでね、回覧板ってこのご時世に必要なの？っていう話をしたことが多分あると思うんだよね。うん、確か。で、まあちょっとそれに関してはまた別の回でまた話そうか。長くなりそうだからね。とりあえず今日何をやったかっていう話だけ。うん。今日はですね、今年度だったかな、私はあまり直接は関係ないんだけど、今年度、私の、ま、家というか、私の、ま、父親というか母親というかが、その地域の、ま、なんかね、第何班とかってあるらしいんだけど、
その私たちが私の家が所属する班の、班長に今年今年度からなるみたいで、4月から来年の3月までかな、1年間、なるみたい で班長になると何をやるかっていうと、月に2回ぐらいあるって言ったかな、あるその回覧板を回す作業のそのスタートを班長が担うことになるということみたいです。はい、町内会長さんからその班長の家になんかね書類が届くらしくて、そのなんていうの、地域のなんか広報誌みたいな、なんとかお便りとかさ、なんかあると思うんだけど、そういうのが家にこうバンって届くらしくて、で届いたら、それを、その回覧板のこうなんかなんていうの、まあ、回覧板ってなんつうの、ファイリングするさ、ファイリングじゃないな、なんていうんだろう、あのバチンって書類挟むようなやつがついてるやつで、こう厚紙ちょっと厚みのあるこう、なんて言えばいいんだろうな、があって、でそれにこう町内会長さんからもらった、書類をこう挟んで、で、ちゃんと回覧できるようにね、なんていうの、名前を書く欄、そのどこどこの家見ました、何月何日見ましたみたいなチェックを入れる、紙をこう挟んだりとか、要はだから回覧板の一番最初のスタートの部分の準備とかを、まあ、班長の家がやらなきゃいけないらしくて、まあ、今年度この工藤家が担当することになって、はい、だから町内会長さんから紙が送られてきたら、それで回覧板を回す準備をうちでして、で一番最初の家に持っていくという作業をやるわけです。はい、でそれで私が何関係あるかっていうと、ですね、まあ、実際やるのは、まあ、母親なんですけど、今ね私の父親は単身赴任で家にいないので、まあ、実質やるのは私の母親なんですけど、その1年間班長をやるので、例えばさ、去年もあったんだけど、母親が、まあ、ちょっとね、私のおじいちゃん祖父が、まあ、倒れたりとかしてちょっと実家に帰らなきゃいけないとかさ、もしくは、まあ、何らかの理由でね、ちょっとどっか出かけなきゃいけないとか、長期間1週間とかね、まあ、1ヶ月とか分かんないけど、ちょっと家を外さなきゃいけないっていう用事ができた時に、そういう時にさ、回覧板回してくださいっていう、まあ、町内会長さんから、ね、書類がこう渡された場合に、じゃあどうすんのってなるじゃん。その家にはその父親もいないし母親もいないし、じゃあどうすんのってなった時にできるのは、まあ一緒にこの家に住んでる私、もしくはまあ妹、私妹がいるんですけど今一緒にいて、のどっちかですよね。はい、だからまあ、どっちかがやらなきゃいけないということで、一応私と妹2人ともそのやり方、を今日ちょっと教わったというのが、まあ、午後のやったことっていう感じです。はい、いや本当にね、まあなんていうの、まあ地域にはさ、まあ、田舎だからね、クソ田舎なんでそのなんていうのかな、まあ、デジタルツールとか、ね、そもそも使えない人も多かったりするから、一概に回覧板いらないとは言い切れないんだけど、でもやっぱ大変だね。このスマホがさ、普及して、もう、ほぼだよ。ほぼ一人一台スマホを持つ時代じゃないですか。で、メールとか LINE とか、いろいろチャットツールもある、あって、まあ、連絡手段なんていくらでもあるのに、それでもあえてなんかアナログなその回覧板っていうねものを
使わなきゃいけないっていうところが、まあ、ちょっとねめんどくせえなーとは思ったりしましたけど、まあでもとりあえずね現状その回覧板を廃止するその代替案みたいなものがねあまりないので、まあもう従うしかないっていう感じで、うん、はいって感じですね。まあ、やろうと思えばね、そのデジタルツール使ってなんかね、そのなんだメーリングリスト作るとかさ、 LINE でグループ作ってその中でね連絡するとかさできるとは思うんだけど、やっぱりそのスマホを持ってないおじいちゃんおばあちゃん、もしくはその使えないおじいちゃんおばあちゃんとかさがいたりするから、うん、まあそこがやっぱネックだよね。そこの人たちを、まあ、どうするのかっていうところはあるのかなっていう気はしてます。はい、まあ、とりあえずだから今日はその回覧板の回し方というか、あの普通にね、あの班長でも何でもない、あの他の家から渡ってきた回覧板を、まあ、受け取って見てサインして別に渡すのは別に何のあれもないんですよ。うん、次誰々さん家に渡してきてって言われてただ渡しに行くだけなんで、あのそこは何の問題もないんだけど、やっぱりその最初のスタートの部分なんで、この書類をもらってそのこれを入れて、でもしこういう時はこれも入れてとかさっていうのがあったりして、でしかもそのなんていうの、最初のそのスタートのこの私の家から一番最初の家に私に行くんだけど、だからその家がねもう決まってるんだけど、私も妹もほとんどその行ったことがない面識がない家になるので、その場所を教えてもらうためにもちょっと一緒に今日ついてったりとかして、まあ午後は過ごしたっていう感じですかね。はい、だから今日午前中は私が母親にまあポポのあれこれを教えて、午後は母親からまあ私プラス妹に回覧板のそのなんていうの、始め方じゃないな、なんかね、回覧板のスタート、うーん、難しい、言葉難しいんだけど、まあ始め方、うん、っていうのをまあ教えてもらったっていう感じですかね。はい、まあそんなことをやってたら、まあちょっとね、いろいろ時間が過ぎちゃって、ちょっとね、アニメも全部見切ることができなくて、2本ぐらいちょっと、今日ね、見るべきアニメをちょっと全部見切れなかったんですけど、まあそれは、まあ明日月曜日なんでね、月曜日は結構比較的アニメが少ないので、まあ明日見ればいいかなっていう感じで、うん、います。まあ、鋼の錬金術師のね、ちょっとゲーム配信ができなかったのはちょっと心残りではあるんだけど、まあそれも明日以降、ちょっと時間見つけてね、ただね、明後日、しあさってがね、もしかしたらこう午前中からもう夕方ぐらいまでずっとお仕事の可能性がねあるんですよ。だから明日明後日もしかしたらゲーム配信もアニメも何もできない可能性がねあるので、ちょっとね怖いんですけど、まあそれはそれで、まあ、なんとかね後日こう頑張ってねアニメ見ていかなきゃいけないよね。でもそろそろこう新しいアニメがね入り始める時期なので、まあ、そこもね、うん、ちゃんとこう追っかけていかないとどんどんねアニメ溜まってっちゃうんで、はい、まあそんな感じで今日はかなり、まあ、天気も良くてね、まあのんびりした一日だったかな、まあのんびりなのかなこれはね、うん、まあ、忙しかったって言えば別に忙しかったけど、うん、まあでもね今日も疲れましたので、はい、うん、じゃあそろそろこの辺にしておきたいと思います。まあ本当に最近あんまり夜は大した配信できてないんですけど、はい、というわけで今日はこの辺にしておきたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。